脳みそ出てきちゃった。皆さんこんばんは、ヤシです。コメントありがとうございます。おばあんです。また来た。風邪ひいちゃった。あらららら。でも安心してください、私の前髪4センチ、私の前髪4センチを10本と生姜、私の前髪と4センチ10本と生姜煎じて飲んでみてください、一瞬で良くなるよ。前髪漢方。皆さんこんばんは。1月17日水曜日となりました。日本列島の皆様いかがお過ごし、どうお過ごしでしょうか。ちょっと待ってね、今日話したいことがあってメモしてたんだけど、ちょっと待って、どれだっけな。ちょっと待ってね、あれメモしてたんだけど、あれちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、あれ。メモしてたんですけど、あれすまん。メモした記憶はあるんだけど、あれこの携帯にメモしちゃったかな。ということで、ちょっと思い出します。頑張って、なんか言いたかった、なんだっけな、なんだっけな、あ、ちょっとね、思い出せそう、しげるママの話なんだよね。なんだっけ、ちょっと待って、しげるママ、私がよく行くゲイバーのママ、しげるママの話。思い出した。思い出しました。私がよく行くね、新宿2丁目のゲイバーに、しげるママっていうママがいるんです。しげるママは体重100キロオーバーで、もうね、何年もの付き合いがあって、仲良い。お互いね、お互い見た目いじりするんです。だから、愛を込めてね、いじるんだけど、身長165センチ、体重100キロの限りなく丸に近いママなんですよ。体型が。でも、その体重、身長だから、みんなに愛されるキャラクターなのね。で、しげるママはしげるママで私のことをすごいバカにしてきて、私が髪の毛切ってね、前髪系の私が髪の毛切ってしげるママに会いに行ったら、2、3時間経っても気づかないわけ。私の髪の毛、髪切ったことを、髪型の変化に気づかないの。だから私怒ってさ、なんで気づかないのって言ったの。そしたらね、ママが、もっと切りなさいよ。って言って、方言化してるんだけど、そんなね、そんな大好きなしげるママなんだけど、この間、しげるママに、結構久しぶりに会ってさ、またなんかくだらない話をやんや言い合ってたの。で、なんか、しげるママいつも帽子かぶってんだけど、キャップかぶってんだけど、その日、キャップに M って書いてあったのね。M って書いてあったの。で、私は、その M を見てもうつかさず、もうとにかくいじりまくったの、その M をね。M? ド M の M でしょとか。
サイズは XXXL なのにねとかって言って。とにかくいじりまくった。帽子は M なの、洋服のサイズは 3XL なんだねとか。とにかくいじりまくったん、とにかくいじりまくったん。で、ママもいつも言い返してくるんだけど、なんかその日は、私のその、何、いじるのがなんか冴え渡ってて、どん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 私はもう、つらつらとよどみなく言葉が出てくるわけ。で、しげるママは、なんかその日、ちょっと、疲れてたのか。私のいじるのに、なんか、こう、ツッコミをね、あんまりしてこう、なんか うまくできてなかったの。なんか私はなんか勝ち誇った気持ちなのよ。でも、しげるママは、めっちゃなんか悔しそうなのね。なんか、ツッコミ、うまくツッコめない自分に対して、めっちゃ、イライラしてたのね。お互い負けず嫌いだから。で、私が散々いじり倒した後、もう最後の最後の方で、しげるママもうなんとか言いまかしたい。なんとか私を言いまかしたいって思ったんだろうね。俺はね、ド M プレイヤーだからね。めっちゃつまんでちゃった。言葉に詰まって、やっと絞り出した言葉が、俺はド M プレイヤーだからね。え、何その言葉って初めて思って。初めて聞いたって思って。俺はド M だからね、ならわかるのよ。俺はド M だからね、ならわかるんだけど、俺はド M プレイヤーだからね。何それ。なんとか言いまかしたいって思って、俺はド M プレイヤーだからね。そう、そんなね、しげるママなんです。で、まあ、これはもう、つや消しなんだけど、前もね、話したんだけど、この ASMR 配信のオープニングトークで。私も負けず嫌いだし、しげるママも負けず嫌いなのさ。で、しげるママに、ご飯誘われたの、1年に1回2人だけでご飯行くのね。で、1年に1回だからさ、しげるママがいつも誘ってくれんの。あんた今度ご飯行きましょうよとかって誘ってくれたのね。で、私も一年に一回だからさ、なんか素直にさ、そこで、あ、行きましょう行きましょうってルンルンで返すわけじゃないの。なんかもうそんな間柄じゃないの。だからさ、誘われたからさ、え、なんでマジでママと行くとか嫌なんだけど、もう本当にそれまでさっきまで笑ってたのに、めっちゃ低い声で、え、嫌なんだけど、なんで二人で行かなきゃいけないのって言ったの。そしたらママは一年に一回だから、私がもう喜んで大手を広げて、両手を広げて、もう行くって言ってくれると思ってたんだろうね。なのに私があんまりにもテンション下がって、え、なんで二人で行かなきゃいけないわけ、嫌なんだけどって言ったかもんだから、ママ悔しくなっちゃって、うんこ食わせるよ。えってなって、ママ悔しくて、悔しくて、私にうんこ食わせようとしてた。もうね、私が喜んでご飯行くって一緒に行こうって言うと思ったんだろうね。でも私が行かないって言ったから、うんこ食わせるよ。そんな愛すべきしげるママなんですけれども、この間本当にびっくりした。俺はド M プレイヤーだからね。なんだよプレイヤーで。RPG だったら一番最初に負けるやつでしょって言って。そんなことがありました。
ということでですね、皆さん本日の ASMR 配信始めていこうと思います。本日はライブ配信のタイトルにある通り、いろいろ食べるよということで、いろんな食材を食べていくんですけれども、本日はお菓子縛りでございます。果たしてどんなお菓子が出てくるのか、どうぞ、ガチムチリスト飛んできたのに何だったんだろうね。後でチェックしときますね。さて、エフェクト取って始めていきたいと思います。ちょっと待ってね。エフェクト取って、これが私なの？ローズ脳みそ、ローズ脳みそ、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 脳みそ出てきちゃった。皆さん、小林です。さあ、本日はですね、早速食材行きたいと思います。ちょっと待ってね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 。オッケー、ちょっと待ってね。ちょっと待って。ごめん。ごめん、ちょっとだけ LINE 読んでいい？ごめん。一瞬待ってて、ごめんごめん、あと5秒だから。 OK, 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 大丈夫だ。ちょっと大事なやつだった。初見です。ネイル可愛いです。トゥークーン。やっぱりね、私の配信を見てくださる視聴者の皆様、そんじょそこらのガチムチとは違うよ。ネイル気づいていただけて嬉しいです。やっぱね、私のガチムチの方でもやっぱりおしゃれな人、センス抜群の人はいっぱいいるんだよ。でも私の周りの単発ガチムチはね、残念なことに私のネイルにも髪型の変化にも気づかないわけ。だから私必ず言うの、そういうね、そういうガチムチが最後に捨てられるんだよって言って。LINE 今来たんだけど、ちょっとリアルの約束じゃなくて、リアルガチで大事な LINE だった。ネイル、でもね、ちょっとね、あ、なんかもう恥ずかしい。ちょっと伸びてきちゃったから。あのね、一応、数日中に行く予定、もう予約してるの。やっぱりさ、ネイルとかヘアカットの予約すると、ウキウキしちゃうよね。ウキウキしちゃう。さあ、本日一つ目の食材です。本日一つ目の食材はこちら。ダダン！数量限定カルビポテト。北あかりポテト山わさび味です。この北あかりはね、この ASMR 配信でもう何回か食べてるよね。毎年食べてきてますけども、わさび、 ASMR 配信でわさびかじったことが懐かしいね。ね、あれさ、もう一回やろっか今度ね。あ、だって去年はやってない。え、去年やったっけ？あ、なんかやった気もしなくもないけど。いや、やってないよね。なんかちょっと2年ぶりになるわけか。去年やってなかったら2年ぶりになるよね。ちょっとやってみる？だよね。でもなんか、一昨年はやった。一昨年はなんかやったのよ。一昨年はやった。一昨年はやったんだよね。で、一昨年やったのが確か2回目だった気がする。1回目ね、1回目、わさび ASMR だっつって、塊のわさびをガリってかじったのよ。そしたらもうさ、あの時は私もウブだったよ。ウブで、でね、あんまりにも、辛いもんでからさ、ブワーってなっちゃったの。あれが一番最初だったんじゃないかな。今までなんかブワーってなっちゃったこと何回かあったけど、ブワーってなった多分一番最初。で、その時 iPhone X を使ってたのね、私、ライブ配信中ね。iPhone X にブワーってなって、
ひらがなのあのボタン、あのボタンが押しにくくなった。食べていきたいと思います。ちょっと久しぶりにやろうね、今度ね。今度わさび見つけたらやるね。意外とね、塊のわさびって売ってたりするからね、スーパーでね。まあ、築地に行けば一発で見つかるけど、でも築地、そうね。匂いチェックからいきます。大人な香り。コメントいただきました。吸引力ダイソン、吸引力が鬼。なんかこうわさびのツンとした香り、整う。この匂いで、この匂いで朝ヨガしたい。コメントいただきました、バルス。あ、前髪が、前髪が。ごめんなさい、ごめんなさい。食べますね。ウル、ルシータ、ガチムチ。君たちガチムチ一族はそんなことも忘れたのかい。ムスカ前髪って呼んで。ウル、ルシータ、ガチムチ。君たちガチムチ一族はそんなことも忘れたのかい。見てみろ、ガチムチがゴミのようだ。ブワッ。さあさあさあ食べてくね。なんかね、おせんべいくらい熱いよ。ああ、いい色ですね。食べていきましょう。お。おせんべいと見まごうほどの厚み、実際食べてもね、おせんべいかって思うくらいしっかり厚いんだけれども、その厚みに驚くよりまず先に舌に触れた瞬間にしっかりとツンとしたでも程よいわさびの辛みがあるんですね。そのわさびの辛みがファッと広がった後におせんべいくらいの厚みがあるからこそ感じる北あかり、じゃがいもの血に点々ね、しじゃない、血に点々、じゃがいも。じゃがいもの甘みが口の中に駆け抜けていくような感じ。ああ。あ。あ。あ、これ、あ、今コメントいただいたんだけど、あ、これなんて読むんだろう。
なんかね、時々ね、コメントで、日本語じゃない言語で、上がってくる時があるのね。なんて書いてあるんだろう、これ。どういう意味なんだろう。可愛いって書いてあるんだろうな。そうしよう。じゃがいも。地に点々ね。じゃがいもはいいよな。じゃがいも美味しいよね。じゃがいもで思い出したんだけどさ、私福島の田舎出身なのね。でもちろんなんかさ、すぐ行けるところにマクドナルドなんて、マクドナルドだよ、すぐ行けるところにマクドナルドなんてなかったの。車で行かないと、市内まで出ないとマクドナルドなんてないのよ。でさ、あれ何歳くらいだったかな、まだちっちゃかったんだけどさ、マクドナルドのポテトがどうしても食べたくて、でマクドナルド、ちょっと車でね、遠出してさ、マクドナルド買ってさ、持ち帰りよ、テイクアウトよ、ポテトつけてね、ポテトつけて持ち帰ったので、なんかね、家に帰ってから食べようってなったんだよ。その時もう結構しっかり覚えてる。家に帰ってから食べようってなって、まあ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 いいかって思って。家に帰ってから食べるんだけどさ。まあ遠いわけね。家に帰ってくるまでも時間かかるわけね。家に帰ってきてさ、さあいざポテト食べようって思ったらさ、全然美味しくないのね。なんでマクドナルドのポテトってあんなにこう、時間が経って冷たくなっちゃうと、あんな悲しい味になるんだろうね。だからさ、なんか私さ、その記憶が、三つ子の魂100までじゃないけどさ、なんかその記憶がすごすぎて、未だに大人になってね、もうマクド、今東京に住んでるから、マクドナルドなのに、どこら中、そこら中にあんのよ。もう、ウーバーイーツでもさ、頼んでさ、もう5分10分で届くからさ、なんだけどさ、こうやっぱりポテトを頼んだ時に、もうやっぱね、ポテトから食べないとなんかね、落ち着かないの。なんか、ハンバーガー食べる。ハンバーガーを一番最初に食べるのはもう考えられないし、ポテト食べて、ハンバーガー食べて、ポテトも考えられない。もう最初にポテトを食べきらないとなんかね、もうなんかあの時の悲しい記憶が蘇ってくるのよ。ああ。なんであんなに悲しい味になっちゃうんだろうね。ポテト完食してから食べる私も。ねえ、やっぱポテト食べてからの方はいいよね。あと、なんかそれこそ最近さ、まあ、YouTube もそうだけどさ、アメリカの人ってさ、まあ、ごめん、アメリカに限らないんだけど、アメリカの人って言っちゃった。ごめんなさい。アメリカに限らないんだけど、ポテトをさ、マックシェイクにつけて食べるやつあるじゃない。あれさ、私、どんな味なんだろうって思って試してみたんだけど、なんか私は正直私はなんかあんまりピンとこなかったの、食べた時。あれってさ、日本のだからかな、アメリカのマックでやったらまた違うのかな。なんかやっぱほら、フレーバー多分多少違うよね。だってほら、マックのさ、素材ってさ、その土地のさ、素材使ったりするじゃない。だからやっぱアメリカのマック、ポテトとアメリカのシェイクだったらまたちょっと味変わるのかな？ね。皆さん見つけた際にはぜひ。
アメリカか。最近なんかどんどんアメリカの男の子好きになってく。私やっぱ田舎生まれだからさ、もう街に海外の人なんていなかったのよ。でも中学生だった、いや小学生の時もいたかな、あの ALT っていうのかな、海外のもうあの海外生まれの先生が英語の講師みたいな、英語の先生はいるんだけど、その先生の補助としていらっしゃる制度っていうのがなんかあったのさ。ローズ飛んできてるね、なんだっただろうね。アドレスチェックして、ガチムチリス、ローズガチムチリス、アドレスチェックしておきますね。そう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 。で海外の方がいらっしゃっててさ、なんかもうそれしかなかったの、海外の方を見るって。ですごいなんかやっぱり海外の男の人、特にイギリス人男性に憧れて育ってたの。福島の片田舎で。でさ、やっぱ東京に来たらさ、もうこんなに海外の人いるのってなるじゃない。で、もうそれが普通だしさ、海外の人がいる光景がね。で、なんかやっぱりイギリス人の男の人ってかっこいいってすごい思ってたの。あれ、特に、なんか私、やっぱりあれ、やっぱあれ、ワンダイレクションの、ワンダイレクションの、As It Was、今ソロで、皆さんソロでされてるけど、As It Was 歌った、As It Was、トゥ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 ントゥ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 ン。あ、ハリースタイルズだ、ハリースタイルズだ。ハリースタイルズさん、ハリーさんと、あと、ほら、それこそさ、ファンタスティックベース、ビーストの、そう、イギリス人男性ね。あ、でも、ほら、やっぱそうじゃん。ダニエル・ラドクリフさんもそうだしさ、ルパート・グリントンさんもそうだしさ、やっぱりイギリス人男性かっこいいなと思ってた。最近やっぱりアメリカ人男性なんかね、どん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 素敵だなって思うようになってくる。あ、USA。 ごめんなさい、なんかポテトの話から男のタイプの話になっちゃって、じゃがいも。次の食材、次の食材こちら。松尾ジンギスカン監修姫のうどんスナック松尾さん T。 松尾さん面白いですよね。松尾さんすごい好きだな。松尾さんがされるキョンさん芸人の、あれコンビ名が出てこなくなっちゃった、キョンさんがされる一光さんも面白いんだけど、松尾さんがされる一光さんも面白い。うん。誰どこ。コットンだ、コットンさん、コットンさんのキョンさん、コットンさんのキョンさんがされる一光さんも面白い。食べていきましょう。ティー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 。あ、太め。なんか、あ、脳みそ出てきちゃった。なんかもうちょっとベビースターラーメンの、なんか藤岡弘さんみたいになっちゃった。藤岡弘さん。屋久島の屋久杉ね。屋久杉を触る藤岡弘さん。おー。
先輩に、え？食べていきます。食べていきます。あ、脳みそ出てきた。え、ゲト？任せて。君にかかった呪いは、うまく使うことによって誰かを助けることができるんだ。僕は一つ構成に行きます。僕は、ジュースコースに行きますよ。僕は、ジュースコースに行って、リカちゃんにかかったのを解きます。来い、リカ！食べまーす。想像以上の硬さ。かなり味染み込んでる。うん。かなり味染み込んでる。それこそ、呪術廻戦ゼロの、呪術廻戦ゼロの、ゲトウの兄貴が、乙骨、言うた、乙骨級に、あれ、渦巻きぶつけるときみたいな感じ。うん。私が集めた128体だっけの呪霊と特級呪物、なんか紫式部みたいなやつ。それを君にぶつけるって言った後に、おこつきが言うのね。リカに。リカ。最後にもう一度だけ。力を貸して。その後はもう何もいらない。リカ、一緒に行こう。いや、リュウタ、大好きだよボワーってなって、女楽しめって言うんだよね、ゲトウがね。で、乙骨が言うの。失礼だな。純愛だよ。ボワならばこちらは大義だって言うもんね。ゲトはね、ならばこちらは大義だって言うんだけど、私だったら前髪だって言うね。ならばこちらは前髪だ。勝てるよね。皆さん見つけた際にはぜひ。やっぱり私乙骨ゆうた級上手くなってきたと思う。自分でも思います。お骨うまい、嬉しいですよ。一年半くらいやり続けてるね、これね。あ、脳みそ出てきちゃった。なんか爆発したよね、TikTok のコメント欄。何だったんだろうね。あとでチェックしときますね。前髪強っ。失礼だな。純愛だよ。ならばこちらは前髪だ。ボーン。マキ君はすごいな。全然うまく使えないよ。ゲートと戦うときに、呪言師が使うメガホンを使った後に、お骨が言うセリフね。犬巻君はすごいな。なかなかうまく使えないよ。あと何あるっけ？あと印象的なセリフ。リカが僕に呪いをかけたんじゃなくて、僕がリカに呪いをかけたんじゃないかなって思ってるんです。
パンダくん。次の食材いきたいと思います。本日最後の食材はこちら、ダン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 、磯野和夫。名物、あ、札幌、北海道札幌名物、札幌ブラックせんべいでーす。磯野和夫。夜22時から朝6時まで営業の深夜に行列が足らない、絶えない札幌すすきのの名店。だって。あれ、あれ、締めパフェ？私さ、安室奈美恵さんの引退ライブ、最後の、最後のね、安室奈美恵さんのさ、最後のラストコンサート札幌ドーム当たったの。脳みそ出てきちゃった。札幌ドーム当たったのね。札幌まで行ったよ。一人でね、札幌まで行ってきたんだけどさ、せっかく札幌来たから、初めてだったの、その時。札幌来たからなんか美味しいもの食べたいなって思って、で、ゲイバーには行けなかったのね、ちょっと時間の関係で行けなかったの、ゲイバーには行けなかったのよ、札幌の。行けなかったんだけど、ちょっと締めパフェだけ食いたいなって思って、締めパフェ。札幌って、北海道って、締めのラーメンじゃないんだって。最後に、締めパフェで甘いもの食べるんだって。すごい、面白いって思って、で、食べたいって思ってね、行ったね。一人で。あれな、1800円くらいするパフェ。脳みそ好き。脳みそ出てきちゃった。1800円くらいの、なんかね、マスカット系の、マスカット？ドゥン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 。あ、品質マスカット。素直な気持ち、もっと伝えてポンリラ。ナミエアムロだよね。そう、行った。行ったよ、札幌の、締めパフェ。でもね、今、渋谷と、新宿三丁目にもね、締めパフェを売ってる、夜遅くまでやってるパフェ屋さんがあるんですよ。すごい行きたいな。新宿三丁目なんて、新宿二丁目と目と鼻の先、前髪と短髪の先だからね。ちょっと食べに行きたいなって思ってるんですけども。磯野和夫です。食べていきましょう。今年一発目の男の力いっちゃう？ああ、今年一発目の男の力いっちゃう。日比谷にもあって締めパフェ食べたか。日比谷にもあるんだ。日比谷で食べる締めパフェおしゃれそうですね。やっぱこうほら日比谷ってさ、東京タワーとか、まあ皇居とかの近くになるわけじゃない。おしゃれだよ。新宿三丁目、渋谷、日比谷。またちょっと雰囲気違うよね。ああ、やっぱり、銀座のゲイバーと、二丁目のゲイバー。やっぱりまたちょっと違うよ。新宿二丁目で飲んでてさ、私が客、お客さんとして、客として飲んでてさ、ママが言うの。今から銀座のママが来るわ。ピリってするもんね。男の力使う？久しぶりに行く？今年一発目だからね、気合い入れてくよ。目覚めよ、私の男の力。いきます。
かないね。磯の数を恐るべし。あ、ここかギザギザから開けよ。紫芋チップスみたい。フグタくん、フグタくん、カツオくんじゃないか、カツオくんじゃないか、札幌ブラック、カツオくんじゃないか。食べていきましょう、食べていきましょう。お、一瞬で口の中に広がる 濃厚なニンニクの香り、味わい、フグタくん。フグタくん、フグタくん、うちの家内に今日は遅くなるって伝えてくれないか。フグタくん、いっぱいどうだい。ここまで嫌味なくニンニクを効かせれる？すごいと思う。結構しっかりニンニクくる。このニンニクをね、食べた後にちょっと不安になる口臭が。でも、ニンニクって濃いのが美味しいんだけど、濃すぎるとね、重いんだよね。もたれちゃう。しっかり濃いんだけれども、しっかり濃いんだけれども、醤油？うん。お醤油の、お醤油と合わさっていることによって、お醤油と合わさっていることによって、こう、角が取れてね、ニンニクのパンチ力の角がお醤油で取れてまろやかになってます。はーい。フグタくん。ラーメン食べたくなる。フグタくん、今夜いっぱいどうだい。あれ、なんか今言おうと思ったんだけどな。マスオさんのモノマネで今な、ああ、じゃあ思い出した。ねえ、あの、ずーっとさ、私今日ライブ配信しながら思ってたんだけどさ、このインナー見えるの恥ずかしくてさ、今日ずっと。エアリズム。恥ずかしくて。なんかさ、いつも私エアリズム V ネックのやつ着てんの。でもさ、なんかさ、洗濯して、今洗濯カゴに入ってる。だから洗濯前のやつもあるのね。洗濯前の洗濯カゴに入ってるやつもあるんだけど、いつも全然足りるはずなんだけど、なんか今日は、なんかね、エアリズムも V ネック全部着終わってて、で、なんか洗濯してないカゴの中に全部入ってるのね。あー。あ、ちょうど時間です。恥ずかしいです。インナー見えるの。ということで皆さん、本日のですね、チラ見せ配信は以上です。今日はご視聴ありがとうございました。こちらの、SMR 配信は平日夜10時から、木金、
そして土日は配信お休みでございますため、来週月曜日夜10時からまた配信しております。この TikTok アカウントフォローしていただくとライブ配信開始の際通知が行きますので、ぜひ、ガチムチローズ、ガチムチローズ猫、ガチムチリス。ガチガチムチムチ猫猫ローズローズリス。おぉ。あとでチェックしときますね。あと、YouTube のメインチャンネル、セカストさんとのコラボ動画アップしております。たくさんの皆さん、たくさんの、皆様たくさんのご視聴ありがとうございます。プロフのリンク欄から YouTube のメインチャンネル飛べるんですけども、1日5回見てください。ぜひ。ご視聴、今回のでもコラボ動画やっぱね、自分でもめっちゃ笑った。ほげすぎて、ほげすぎて。あまりにもほげすぎててさ。皆さんぜひご視聴お待ちしてます。この後、夜11時からは、YouTube のゲーム配信チャンネル、また違うチャンネルの方で、スマブラ配信してます。寝る前にお時間ありまして、もしもお暇でしたら、お時間ありましたら、ご視聴お待ちしてます。ということで皆さん、脳みそ出てきちゃった。今週もご視聴ありがとうございました。良い週末、ちょっと早いですが、良い週末を皆様お迎えください。また見てくださいね。バイバーイ。